なんか今日ちょっと暗いなと思ってたらサングラスしてました。目がですね、充血疲労でしょうかね、真っ赤になってますので動画的に申し訳ないなと思いまして、サングラスで出演させていただいております。意外といいんじゃないかなと思ってますけども、いかがでしょうか、コメントください。今日は下原にある脱毛サロンのご紹介です。家に来られてる美容針の常連さんがですね、女性店長さんになるのか女性担当者さんがですね、とにかく美人の方がいらっしゃってますと、オーナー様もですね最近知り合うことができまして、ぜひ動画で紹介してほしいっていうことでしたので、オーナー様のためにも動画を撮らさせていただきます。オーナー様ですね、すっごくイケメンで優しいですので、その方にもですねぜひ出演していただきたいなというふうに思っております。でこちらお店なんですけども、ミセレルっていう店名ですね。ミセレル、いい名前だと思います。こちらメンズ脱毛でより輝く男性へ見せれる体を作りますというコンセプトのもとやってるお店です。私も昭和生まれですので、最初聞いた時に男が脱毛って思ったのですが、おそらく、僕ら30代40代50代の方はですねそう思われるかもしれませんけども、うちに来る高校生たちも普通に通ってるみたいです。まだねちゃうかっていうような子たちもヒゲやってますとか、すね毛やってますとか、腕の毛やってますとか、脇の毛やってますとかいう子たちが結構いることにですね、僕自身ちょっとカルチャーショックっていうかびっくりして、それもそのはずですね、ミセレルさんでも学割キャンペーン全メニューが 50% オフでやってますし、まあ、初回限定なんでしょうけど1箇所500円でやってますので、すごく通いやすいんじゃないかなと思っております。オーナー様のお話で言うと、新しく建てた店舗のすぐ両隣もですね脱毛ショップがあるみたいです、まあ、そこでもやっていく一つの僕の武器になるんじゃないかなっていうところ、セルフホワイトニング、歯の美白、よくコーヒーとか昔タバコを吸ってた加減でですね歯は自信がないんで、これも今度行った時やってみたいなと思います。オーナー様とですねお話しする機会があったんですけども、島原の方で配布長崎と佐世保の方にはあると聞いてますけども、配布部分痩せができるですね、とんでもない機械を導入すると言ってました。その配布を聞いた時はですね、私もですねやられたと思いましたけども、別で全身のダイエットメニューなどですね、今後美容に特化したメニューもですねいろいろと組み込んでいかなくてはいけないなというふうに思いました。概要欄の方にこのお店の情報をですね載せておきますので、行かれたいという方はそのお店の方と直でご連絡していただければいいんじゃないかなと思います。私も美容メニューを取り入れてますので、脱毛を完成させたいなと、だいぶ昔は薄かったんですけど、徐々に年齢を重ねることによってヒゲが濃くなりますし、動画に出演したりとか自分の顔を見ることがあるんですけども、この高画質になってる機械の前で立つ自分っていうのがちょっと恥ずかしいなと思うのは、特に夕方になると犯人っぽい顔になりますので、脱毛の方もですね完成させたいなと思います。再度ですね、まあこのサングラスでやっていこうかな、どうしようかなっていうふうに迷ってる僕もいますので、そのサングラス意外といいんじゃ、いやいや逆にサングラスしない方がいいんじゃないのってコメントいただけたらすごくありがたいなと思っております。いよいよこのチャンネルもチャンネル登録者数が1000人いきませんでした。最近他の動画で見た時、100人以上は動画を上げてる方の、まあ、上位 40% ぐらいっていうお話を聞いたんで、100人以上は到達させていただきましたので、健康美容に関する水素の情報を交えた情報を流していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また今後ですね、長崎県の中で特に雲仙市、島原市、南島原市、諫早市ぐらいですね、うちの店舗も紹介してくれないかっていうところがありましたら、取材に行ってみたいなというふうに思いますので、そういう方はですねコメントでご連絡いただけたらなというふうに思います。テイクス、今日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございます。水素